こんにちは、ふみです。しげです。本日はですね、はい、マガジンオールスターズコラボガチャの当たりベスト5発表していこうと思います。よろしくお願いします。いつもの企画ですね。はい、お互いが思うベスト5を発表していきたいと思います。はい、個人差があります。うん、用法用量にご注意ください。で、皆さんの意見も、ぜひコメント欄で教えてください。みんなのトップ5もね。うん、はい、ということで、じゃあ早速第5位から、私からいいですか。どうぞ。デデン、あーサー、あーサーボイル。へえ、そうなんだ。新キャラですけども、まあ私出たんですけど、ガチャで。おー、アーサーボイル出まして、はい、まあ、使ってみた感じ、うん、まあアポピス的なね、うん、変身でなんか列でパリンやっぱり習慣にできるよっていう感じのキャラなんですけど、はい、でまず変身前スキブ2やって、うん、でスキルが威嚇が2ターンなんで、まあ、スキブ4みたいな、まあね、刺さればね、ところに、まあ、封印もあるっていうところが偉いで、変身後が、光列強化4つの、うん、7強10強あって、うん、まあ、無効化もいけるよっていう感じですけど、はい、まあ、ブラシラアーサー、うん、が早いみたいなのを聞いて、はいはい、私もちょっとやったんですけど。あ、やったんだ。まあ、まあ私のボックスが足りてないのもあるけど、快適だったけど、まあでも別に他のでいいかなとはなっちゃう。へー、なるほど。だからボックスが充実してればもっと早くいけるし、なるほどね、強いのかなって思うけどでした。でも、いたらね、6回でもするから、それがすごいよね。うん、強いなとは思います。で、武器も、強いです。武器はやばいよ。武器も強い。硬い絶みながらね、ドロ強も、エネジもあるっていう第5位です。はい、私の第5位はオダス。あ、オダス、オダスダス。新キャラじゃないとこ来た。メリオダスダス。オダスくんね。メリオダスは前からいるキャラですけど、やっぱりベースで威嚇持っててジンっていうのがすごいよね。すごい汎用性高め。で、あとジンの色も火水闇回復ってところで、まあ火水で言うとシーウルフとか、あと闇でいくとこのキャラ究極が悪魔タイプ持つんですけど、イタドリマヒトとかね、うん、でイタドリマヒトとか変身結構大変だったりもするし、で威嚇させるのすごい偉いし、で火力覚醒もしっかりしてるし、変身前でいうと完全耐性も詰めるし、うん、まあ、使い方はいろいろあるんじゃないかなっていう、その進化前進化後で、進化後も、武器も悪くないですね。そんな感じ、ざっくり。じゃあ次第4位、せーの、バン、ベニマル。おお、最強キャラだ、ベニマル。うん、これ欲しかったね。あ、欲しかった。はい、ベースの方かな、特に。あ、ベースが欲しいんだ。うん、7強が3つあって、コンボ強化も2つあって、で L 字持ってるっていうの超偉くない。素手ね。いや、素手持ってるのはマジで偉い。で、スキルが2ターンの間自分の攻撃力が5倍ダメージ吸収無効化で6回以上、外周ヒドロップ、まあ、11ターンなんかモリモリな感じですけど、うん、で外周だから、まあ、なんか攻略以外でも使えそうだな。まあそうですね、うん、周回でもその外周変換は重宝されたりしますよ、うん、そう、持ってないし、そういうキャラ。ああ、なるほどね。そう、ちょっと使ってみたかったなっていうところですね。はい。で、究極の方は完全に周回っぽい、周回っぽいのにスキブも生まれるっていう、あ、のにっていうか6年、うん、ここは結構偉いなっていう。使うかどうかは分からないですけど、いざ使うとなった時にはすごい重宝されそう、スキブ6で。武器も、まあ、そういうね、周回とかランダンとかで、うん、なんか使えそうな、いいと思います。はい、っていう感じです。はい、私の第4位はシンラ草壁。シンラ草壁、やっぱりまあ火のコンボパってところでロザリンとも組み合わせて使える。で、やっぱり変身後のスキルがやばいと思っていて、3ターンで属性吸収無効化しながら自分の攻撃3倍しながら6解除から回復以外から火6個生成、素晴らしいよ。
無駄がないマジで。でまあ変身キャラだから上限っていうのは21億ですけど、火力覚醒もモリモリ で無効貫通もできて、さっき言った通り L 字も1個持ってる。それで4位まとめたな。いやそれよ、今日まとめる。それに尽きる。覚醒もスキルも変身後やばい、うん、じゃあ第3位こちら、マイキー。おお、あ一緒、マンジ。佐野マイキー。佐野マイキーとは言わんねあんまないよ一緒なこと。3位ね、10位ぴったりはあんまないっすね、うん、いやまあ使ってないですけど、うん、とりあえず武器強そうだな。あ武器、いきなり武器、はい、武器、まあ、武器欲しいなっていうところ。スキブ3ターンヘイストね、のしかも L 字も搭載できるって、ね、うん、L 字追加攻撃はマジで貴重ですから、うん、組み合わせは。いや本当にやっぱ2ターンヘイストはまあまあ揃ってきたけど、3ターンヘイストって少ないじゃん、なおかつスキブ持ちね、うん、で4ターンだとちょっと重すぎてたまんないかなみたいなところに3ターン欲しくなる瞬間があるんじゃないかな。あと普通に攻略パの中だと、その例えばじゃあさっきシーウルフの名前出たからシーウルフでいくと、火水欠損して始まることとかあるじゃん。あるね、そこでも使えるんよ。確かにこれ6色陣ついてるから、うん、最低限色確保できるみたいな。武器が欲しい。いや交換すればいいんじゃないですか。交換しすぎなんだよ。弾破格ですよこれはマジで。いや破格だと思うけどね、あの交換しすぎた。で、まあ、ベースと究極は、うん、まあ、使ってないから正直分からんですけど、うん、まあ、両方ともゴリゴリに火力が出るだろうなっていう。僕、ね、はもちろんなんですけど、やっぱスキルっすね、うん、スキルが、まあ、キー消せなくなるっていうのはデメリットとかと思いきや、まあ上書きで使えたりするんで、これはまあ使い方によってはっすよね。うまく使えれば、うん、うまく使えればめちゃめちゃ優秀だし、色で言ったら真人の方が合ってるか、真人水木を闇に変えるじゃん、うん、とか言うと完全にデメリットなしでっていうスキルの使い方ができたりするから、でまあ2ターンのところで言うとアシストも乗っけやすいし、まあ結構そのだから上に積むアシスト武器が今後増えていくにつれてどんどん見直される可能性のあるキャラクターですね。万次郎ね。万次郎ね。炭治郎じゃないの。かまどね。では第2位。はい。見えてるよ。はい。新落草壁。おお、なるほどね。うん。さっき言ってた通りなんですけど。ええ。変身後バカ強くねっていう。バカ強いっすね。いやこれもまあ。ベニマルと一緒で欲しかったんですよね。やっぱロザリン持ってるし、はいはいはい、たまに使うからフレンドさんに借りてね使うことができますけど、自分でも欲しかったなっていうぐらいの、いや変身後マジで強いさっき言ったんだからあんま喋ることないんですけど、まあでもそれこそそのロザリンと組み合わせる想定でいくと、うん、こっちを持ってるっていうのが良かったりもしますね。リダチェン積むなら多分こっちなんすよ。確かに。ロザリンって結局2段階変身だから遅延食らっちゃうとまたちょっとしんどいところあるけど、1段階変身だからっていうのがあるよね、うん、です。私の第2位は黒田。黒田、黒田アーサー。誰、え誰黒田アーサー。アーサーボイルです。はい、僕よりちょっと上のおじさんが反応したと思う。誰、黒田アーサーで。誰なの。はい、アーサーボイルですね。ふみちゃんの4位だっけ。5位。5位か。まあやっぱりその2ターンのね、ロック解除列変換の、例えばリラフレならループでもそうですけど、武器えぐくね。いや武器強い。詰める覚醒もそうだし、スキルの内容も12ターンで打てていいもんじゃないんだよね。例えば神秘の闇アルバートですか、あれの攻撃受けるのに使いながら、なんか1ターン2ターンのスキルのキャラに持たせておけば頻繁に無効化が打てる、なおかつ2種全回復としても使えるみたいな。いバカ強え。まあ正直本体は知れてるそう、ね、やれることはやばいですよ。ロック解除の列変換の火力出せて無効化もできて毒耐性もあって、うん、やれることはやばいんですけど、その普段のじゃあ攻略パーティーに組み込まれるかって言ったら、やっぱり変身キャラだったりっていうこともあって、光は他にもまだまだ優秀なキャラいますから、これはあんまり誤解されたくないですけど、アーサーはめちゃめちゃ優秀だけど攻略パーティーに最前線で入るかって言ったら武器としての採用の方がワンチャンあると思ってるんで、武器おすすめです。
確認します。第1位は一緒じゃないか。ああそうか、出てないか。いきます。はい、でん、タケミッチーマンジ。ミッチーなの？タケミッチー。タケミがカタカナでチがひらがなだよ。知らないよ、漫画読んでないもん。あ、アニメか。はい、あ、アニメなら確かにタケミッチーになっちゃうかもな。タケミッチーって言ってるよね、ドラケンとかね。見てる見てる。アニメ見てる見てる、途中まで。タケミッチーって言ってるよね、ドラケンとかね、うん、そこはどうでもいいのよ。花垣タケミチさんですね。はい、いや使いましたよ、奇跡的にね、持ってるんで。デートナーと今話題の最前線の、いいとこ引けたね、うん、最前線のデイトナと合わせて使えるっていう竹道くんね。デイトナお試しセットみたいな感じよね。そうね、竹道引けると相性いいから。いや強かった、でもしっかり代用といえど強かったんですよ。代用とは違うけどね。代用っていうか、まあ別物だけど、そういう感じで言う、うん、言うても強くて、うん、でバインド耐性持ってんのよ。でスキブも、封印もある、最低限ね、うん、最低限あって、で6回以上から始まりの変身後、たこ焼き済みと。これがだからデイトナーだとそんなにたこ焼きって詰めないんですけど、うん、詰めるっていうのが面白い、うん、でスキルがループですね、うん、エンハンス、自分の攻撃力のエンハーと、35% だっけ、はい、低減がループできると。シンプルに強い、うん、だからずっと一人でね、まあ変身なんで21ですけども、ずっと一人でカウントしてる。あとお邪魔耐性持ってるの偉い。そこね、まあ、ずっとね本編では奇跡キサキにお邪魔されてますけどされてますけど、本編の話はネタバレになるからしなくていいんだよ。デイトナ難民からしたら救いですね。いや本当に、まあ、よりデイトナ欲しくなるけどね。まあね、うん、いやデイトナ、デイトナで使ったら超強いんだろうな。だって竹道デイトナでめちゃくちゃ強かったもん。そうで、まあ最悪その本体がいらなくなりましたとなったら、武器が半端ねえっすから。武器も強いね、詰める覚醒に無駄がないし、5ターンで激減貼れるよね、うん、HP1 になるけど回復力2倍になるから。そう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 、全然回復できるしね。 HP1 になるでいうとベリアルとかね使ってる方もまだまだいらっしゃいますし、そっからの復帰って簡単じゃんって考えると、全然デメリットなしで5ターンで激減腫れちゃう。以上ですか。はい、でやっぱり石5個ガチャでアーサー以外交換所あるから、こんだけ僕らの話を聞いてなんか気になるキャラいたらちょっと交換してみてもいいと思いますよ。いう感じですかね。はい、次はなんだっけ、シャーマンキングかな。悠々白書か。そうね、シャーマンキングは違うわ。次は悠白ですね。はい、ということで次回もお楽しみに。ね、まんじ、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、さよなら。